将棋の藤井聡太さんを応援するミルショーです。ひたむきかつ朗らかなそのお姿は私の生きる力になっています。藤井聡太さんと同じ時代に生きられて私は幸せです。私と一緒に将棋の神様の YouTube を見て楽しみながら応援しましょう。皆様にお願いがあります。チャンネル登録とメンバー登録もしてくださいね。きっといつでも私とお会いできる楽しい未来が訪れると思います。将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。今や不動の人気を誇る名古屋スイーツ日和湯に注目です。人気に火がついたのは2021年の対局中に藤井聡太王位が日和湯アイス大やつに頼んだことです。 JR 東海フードサービスが2011年から販売している日和湯、今や名古屋土産を代表するお菓子です。名古屋の人気のお土産日和湯をテイクアウトする際、崩さずに持って帰るにはどうしたらいいのか科学的に検証する振動実験が行われました。オリコンニュースの記事です。ご覧ください。この問題に終止符を打つべく立ち上がったのは日立製作所、鉄道車両部品などの研究開発に使用する振動装置を用いて日和湯を科学的に検証。その結果をもとに日和湯を崩さず持ち帰るためのポイントを紐解いていきます。それでは早速実験映像結果をご覧ください。日和湯チャレンジとは衝撃に弱めな日和湯をいかに崩さずに目的地まで持っていくかというもの。これまで SNS を中心に話題となっていたこのテイクアウト問題を科学的に分析したある実験が行われたんです。それが機械に乗せられ振動を与えられるキュオリン。これはキュオリンがどの程度の振動で崩れるか実験したもので、鉄道車両部品などの振動実験をする装置を使って超本格的な検証がされています。徐々に強い振動をキュオリンに与えていくと、なんと回転、しかし形は保っています。激しい横揺れ、そしてついに崩れてしまいました。この実験でキュオリンは横揺れにかなり強いことが判明。実験を行った研究員によると、中身のババロアのおかげで体感が強いのではないかとの分析結果が出ました。しかし縦揺れに対しては揺れで体が浮き、お皿に当たって崩れてしまったり、潰れた衝撃で体が裂けてしまいました。この実験結果で分かったことは、キュオリンは横揺れに強いが縦の衝撃に弱い。階段などの縦の動きで縦の動きが多くなるので、細心の注意を払って歩くとキュオリンチャレンジを成功させやすくなるということです。以上の実験結果と日立製作所研究員からのアドバイスをもとに導き出したキュオリンを崩さずにテイクアウトするためのポイントは6つあります。ポイント1、収まりが良い偶数で購入。キュオリンの購入数を偶数にすると、縁の隙間が埋まり固定されやすくなります。ポイント2、隙間に保冷剤を入れる。キュオリンは性質上箱内の温度が高くなると崩れやすくなるので注意が必要です。ポイント3、紙袋または保冷バッグを持つときは中に入った箱が傾かないようになるべく水平を保ちます。ポイント4、箱のサイズに合った専用の保冷バッグに入れるとより一層崩れにくくなります。ポイント5、歩くときは紙袋が人にぶつからないようになるべく前で持ちできるだけ振動を与えないようにゆっくり歩きます。特に縦揺れに弱いので、階段なども段差での注意が必要です。ポイント6、列車に乗る際は膝の上に紙袋を置いてしっかりと支えます。その際膝の上にタオルを敷くとより安定します。そして何より大切なのはキュオリンに対する愛情です。愛情を持ってお持ち帰りいただけると嬉しいです。以上のポイントを参考に、皆様がキュオリンを可愛い姿のまま美味しくお召し上がりいただくことを切に願っております。最後にお願いがあります。2024年は叡王を失冠した藤井竜王名人が七冠を維持して、来年度の栄誉を復活で再度発刊を期待し、また一般棋戦4つを再度グランドスラムを期待し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、
今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。できるだけメンバー登録もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。